お願いしますテイクワン僕が今基本的にもう本当に一人で活動しててあのプロダクションもなければレコード会社もなくてまあ、CD も出さないから、まあ、配信だけでやってるんで CD も出さないとやっぱりその CD を今まで宣伝してきた媒体も取り上げてくれないとなかなか。だからあのー 自分を宣伝する方法が自分でやるしかなくて自分のウェブサイトと僕が使っているのはツイッターっていうものしかないんですよね。だからそれがどのように広がっているかというよりもそれを使わななないいとどううしよよもない感じなんですよねあの既存の今までの雑誌とかっていうのはやっぱりその雑誌社にもそれなりの利益や恩恵がなかったら意外と取り上げてくれないところもあって。 でそれをするための宣伝費を捻出するってもうもなかなか難しいもの,ものがあるんでだからまあ SNS が面白いっていうか今でもねそれだけでなんとかなるぐらい SNS ってみんなに浸透してるんじゃないかなと思いますけどね僕ツイッターで一回あ,のあるメーカーの「缶詰のカレーがおいしい」って言ったことがあるんですよね。 まあすごく美味しいカレーなんですけどリーズナブルで手頃な値段で買える缶のカレーなんですけどそれをあの何て言うんですかね結構僕はあのインドに3か月ぐらい毎年行ってたり1年住んでたりしてるのでカレーに対して信頼されているようでそのカレーが結構それで評判になって売れたらしいんですよねでそれをその会社の人がリサーチして喜んでくれてあのこの間僕がイベントをやった時に。 そのの会社人まあでも僕が1,000貫も食えるわけがないんでお客さんに配ったんですけどそれがそのカレー缶を1,000貫もらったイベントが2回ぐらいあって僕はあの一言言っただけで2000貫のカレーをゲットしたんですよねまあ一期一会っていうか一つのことはこんなに転がっていくこともあるんだなと思っております。 テイク2、まあ、変わりりたたいいいいところっていってぱいああまますすよよねね、まあ、楽器リニューアルしたいですよ、ね、<laughs> なんかもっと大きい音がすんなり出るようにとかすごい音のちっちゃい楽器なんでリでも楽器リニューアルするとなんか一からになっちゃうのかな、まあ、そうじゃなくてちょっと楽器を楽器とかその音環境を改善したいなと思いますけどねもういや俺楽器をリニューアルするってのはうまか それ楽器をもうチェンジじゃないんですよね <laughs> いきなりね今からやっぱピアノにしようかなってったってピアニストの上手いですからねなんか何だろうなうん音がちっちゃくてその普通にバンとみんなで音を出した時に対抗できない音量なのを何か改善できる方法ないかなと思ってるんですけどそれはリニューアルって何でしょうね